ちょっと気になったところあるんでね、ここ行ってみましょうかね。何があるんかね。これ道あんのかね。ここから行けんね。ここはね、フェンスいっぱいしてあるんでね、さっきから大変だったんですよ。出られんと。ここみたいに違うんかね。ここから上がれになってんねんね。ここから上がってんのか。何があるんかね。あら、池でございましたか。これ完全な池ですね。古墳があるかと思って上がってきたんだけど、上の方はこんな山みたいなのがいっぱいあるんだけど、どうなんでしょうね、これ。竹山で。あら、ここも池。ああ。池が一段二段。大きなこの池は。何もなさやな。まあ古墳でもあるかも、上がってきてみたんだけどね、何もなさそうですね。これはちょっと歩いてるのは歩いてるんですよ。歩いたとこあるんです。これは大きなようにここ危ないです。どこまで行きますかね。もう右の方はほんまに噴郷がいっぱいあるような感じやけど、あら、ここからね、行くなってね、木が邪魔してますわ。行きなさんないようで、すんまへん。じゃあ通らしてや、通らしてもらおう。はい、おいおい、ここまで歩いた後あるね。ほら、またや。これまた上あれかね、池がね。ここまた池、すごいな、池やったら。あら、池ですわ。すごいすごい、池が。ここが見当たりませんな、これ。ね、本当にこもりとしてるんだけど、これ大丈夫かね、これ。おお、ブラブラしてるね。いやー、これすごいね。五段階前の池でございました。はあ、もう行けんな、これ。もう残念ですけど、ここまでですね。はい、五段階前の池でございました。見えませんでしたね。ちょっと入ってないね、後ろがね。はい、じゃあ撤退しましょう。これでやっと納得できました。行き止まりまで行ったからね。小高い山の間にね、ため池を何段作ってる、1、2、3、4、5段ぐらい作ってるのか。まあ、もう作る方も大変やったよね。こんなんやから、水。ポンプで吸い上げるようにするのか。これで3段目やわ。1、2、3。
これ大きいですね。これ怖いな、これ。これ3段目。3段目でございます。これで終わるかな。いや、あと2段ぐらいあるんですよね。池の方がね、こう狭いからなんか落ちそうで怖いな。あー、危ない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 。どぼん、もう怖い怖い。ここなんかもう特にほら、こんな狭くなってるね。下あれへんな、これ。怖っ。3段目。ああ、小さいのが4段。やっぱ5段あるんだよな。5段池になってます。はい。何もありませんでした。池があっただけでございました。おお、ふらふらしてるから。池に落ちたら大変だ。あれが今1号船ね、正面見えるのが。これはこう、前方公園の感じが強いよね。で、2号船がね、ちょっと降りたら見えるかね。おお、これは2号船でございます。これはもうおそらく円船やな。はい、で今、噴球があるからもずっと上がってみたんやけど、何もありませんでした。池が5個あっただけですよ。はいはい、そういうことでありがとうございました。今回は何もありませんでした。これどうやって行くんだ。はい、行けてな。はい、やっと正解しました。はい、ありがとうございました。